こんばんばは思い出のの一文文字字を形ににコンセプトに活動しております一文字の長翼です長で、えー、本日は情報を編集によって結晶化させるというタイトルでお話をしたいと思います。えーとですねえー、情報が今この世の中にはありふれておりますが、情報自体には価値っていうのが薄くなっております。ただですね、情報とは編集によって付加価値をつけることができます。編集次第で結晶化させることができるということです。 えー、例えばですねお盆の上に適当に食材を乗せただけでは意味はありませんがうまく調理することによって料理というものになり価値が生まれるわけですね編集は人の頭の中にメッセージを結晶化させることがポイントだとも言えますねその調味料、えー、編集の3大要素は大きく3つありますね、えー、言葉イメージメッセージこの3つですね えー、メッセージをイメージに乗せて言葉とともに伝えるこの、まあ、メッセージというのは目的は伝えたいことでしてイメ,ージや、えー、とイメージについては映像などという意味ですねそして編集とデザインはどちらもなくてはならない両輪の関係にありますまずは情報を集めてそれまでとは違った視点で切り取る切り取った情報を適切な文脈にして構造化し目的にふさわしい伝え方をしていかないといけません 特に今回は編集に焦点を当てておりますので構造こそが内容でありメッセージにもなりますそしてその構造は最終的に可視化され、えー、伝達されるわけですねしたがって編集とデザインはどちらもなくてはならないと言えるわけです21世紀のデザインの中心には、えー、人が存在します人プラスことイコールコンセプトデザインだったりとか人プラス人のコミュニティデザインだったりとかあとは人プラス情報のユーザー情報デザインというふうになってます 20世紀までの食能の壁が解き始めて関係性を重視したデザインがこれからのデザインのあり方です現代のデザイン事情も加味しながら編集によって価値のあるものを見いだす編集×デザインイコール基地あるものから未来的なものという超必殺技ですねえー、ということで編集を極めて編集の呼吸を体得してみると今後の新しい価値につなげられるかと思いますので是非編集を楽しんでみてくださいではまた